これもうレーシングかバランスもええなんやこの音なんすかこの車脇坂11の中古車ぶった切り。さあ続きまして石瀬ちゃん、はい、なんすかこの車。バンですよ、バン。ふざけてるやろ別に俺乗らんでもええやろこれ。いやいや実さん、ね、トヨタの世界に通用するバンですよ、はい、うん、いや確かに、はい、確かに世界中でたくさん使っていただいてる、はい、これプロボックスでしょ。そうです。いや知ってますよ知ってますけど、それ俺乗る必要あんの。これがですよ、ああ、まあ、先日あのサロンでもだいぶ話題になりましたけど、はい、うちのサロンで。そうです、うん、レースをね、うん、やってるとこいつで、はいはい、うんうん、まあ、実際あの中身エンジンはビッツのエンジンなので、はい、結構走るわけですよ、はい、ビッツレースもやってるぐらいですからね。ですよね、うん、ですよね、うん、でそれを使ってですね、はい、レースをやろうという、うん、まあ、モサどもがいるわけで。何プロボックス選手権みたいなやつ。プロサク選手権っていうの。プロサク選手権があんの。一応サクシードもね兄弟車なんで、うん、はい、プロボックスとサクシード、はい、兄弟車です、はいはい、結構好きですよね、まあ、嫌いやない、はい、藤井さん結構好きだと思うんで、うん、で今回ですね、実はこれ十勝でチャンピオン取った、はい、あの車両を借りてきました。トカチでチャンピオンの、チャンピオン車両なの。チャンピオン車両です。別にチャンピオン車両じゃなくてもよかったわ。いやでもさすがに僕もですよ、うん、あのなんとか工業とかって入ってるやつを、はい、乗ってもらうのは申し訳ないので、はい、ちゃんとしっかり仕上げた車で、はいはい、まあ、それなりにスポーティーな走りがしっかりできると、はい、いう車を用意させてもらったんですよ。もう別にスポーティーじゃなくて結構です。荷物詰めたらいいですしっかりマニュアルで足回りも入って、うん、はい、あの楽しんでもらえる。足回りって何ですか。荷物積むために強化の足回りが入ってるんですか。違うんですよ、これ結構しっかりした車高調が、はい、アクレのスピリット車高調っていうのが入ってるんですよ、うんうん、なんかあれでしょう、あの僕が愛車遍歴であのクラウンのコンフォートのちょっとバリバリのやつ乗せてもらって、はい、それをいうイメージでまたそんなん作ろうと思ってるでしょ。違いますよ。なんやねん、こんなんダメですよ。この牽引フック僕乗るとき外してくださいよこんなの。そこはね、うん、やっぱりちゃんと車検に通る車だと大前提ですから、はい、はい、もうそれお願いしますよ、はい、はい、じゃあちょっと全体的に見させてもらって、うん、いやいやもう見んの必要なの。必要でしょう獣医師さん、これみんな見たいんですよ、まあまあ、ホイール変わってますよ。かっこいいじゃないですか。いやた、いやかっこいいんですか違和感ですよもっと違和感教えましょうか、はい、ちょっと近くで見てもらったら。何をですか。ほらこうキャリパー見てください。キャリパーそんなんいらんやんウィルドキャリパー入ってるんです。ウィリウッド必要ないやん。なんかレースで見るようなローターやこれ、スリット入ってなんかちょっとチョロ級のロングバーみたいななんかイメージありますかね。そうですね、ちょっと乗りたなってきましたよ。ほらじゃあ、うん、せっかくなんでちょっとインテリア、はい、行っちゃいましょうか。インテリアこっちから助手席からで行きます。運転席、運転席から、はい何穴開いたの開いてますね、穴ね。何やねん、ラムエアですね。いやそんなことするんやったらこれもう電動にせえよもっと電動にしなきゃいけないとこもあるんですから。これほんま、これようこうやってギャーンとやって、はい、戻すのにコキッと折ってしまって昔怒られたやつやんこれ。懐かしいですねねえちょっとこんなバケットシートいんの、座り心地ええやんほらレカロやんこれナルディとかこんな名作いらんしやすいちょっと待て、はい、これ何これ、はい、フットレストちゃんとしてるじゃないですか。昔のバイクにつけたホワイトパワーのバックステップみたいな感じやんかこれラジオいらんって何これ。なんか電子メーターがもう、はい、この手の車はタコメーターも何もないんですよ。スピードメーターだけなんですよ。何ですかこれ。エンジンかけてみます。エンジンかけるの。はい、いいですよ、かけるよ、はい。なんやねこのレスポンス。おっと石鉄さ、はい、
これエンジンなんか触ってるやろ。なんでわかるんですか。説明せまず。失礼しました。乗る前に助手席にレカロってこれね、金かけるところとかかってないところの癖が半端ない。ちょっとエンジンルーム見せてくれ。はい、わかりました。何やねんこのエンジンルーム、開けた時のペーンっていう音。安っぽい感じですけどね。エンジンルームを開けるとそこにはほら、ジョイチさん見てくださいよ。なんやこれ。ちゃんとほら、あ、しかもさっきの穴からちゃんとラムエア吸ってるんじゃないですかこれ。ラムエアではないですね。HKS って書いてるやんこれ、はい、ほんまもんのやつやん。こんなんいんの。だってバッテリーこのサイズで賄えるやつにこんなんいんの。ちょっと待って、セブとかいんのねえ、これ伊藤大輔の喜ぶやつやん。なんかあいつ俺に何かするときにセブ持ってくることしかせえへんねんけど、もうちょっと他に獣医さん何かあったらセブ持ってきますよって。これ何これ。すごい補強パーツがしっかり入ってなあ。足回りの補強パーツも、はい、いやだってここにこんな剛性持たしてないからね、はい、そしたらいるんですかこういうのが。そうですね、ここがいるんですよ。結構効くんですよねこれが。これのオーナー連れてきてほしいわもう。いやちょっともう乗りましょう、はい、もう乗りたくなってきた、はい、これどうやんねん、こうやな、閉めんで、はい、安い音。実際もう一個ね見てほしいんです。ドア開けて、ま、ドア開けてください。ドア開けんの。もうこれ後でね。何開けたよ。これどうやって窓開けるんですか。どうやって窓開けんの。これやん。ねえ、これはだって馴染んでますよ。でもなんかここだけ見たらもう馴染みませんよ。ちょっとこっちもっと見てください。はいはい、もう僕らいいですか。どうですか。鉄板さん。むき出しなんですね、そこ。シートレールと元のあれが合ってないって。ほら、おっと窓揺れてる。行こうか。はい、それでは、ちょっとその前に窓閉めますね、はい、よいしょそれではエンジンかけます、はい。ね、クラッチ重たい。さっきクラッチ軽いのいや言うてたじゃないですか。ほら、レーシーな感じするじゃないですか。サイドブレーキはプロボックスでしょ。なんやねこのシュートレバー。ちょっと待って、アイドリング安定してないやん。ブル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 言うてるやん。これね、コンピューターも変わってるんですよ。行くで。行きましょう。何よこれ。これは完全にもうレースカーですよ。もうほら、もうエスティマの人、あの人変な車乗ってるっていう顔してるやん、もう。すいませんねえ、もうこの、はい、ハンドルの高さが癖が強いよ。もうちょっと待て、もうこの乗り味、はい、もうこの乗り味あれ、え、あの86レースで、はい、ピットであるテントから、はい、あのサーキットの、 あのコースの中に入るときに、はい、サーキットの裏の駐車場を移動してる時の乗り心地これもうレーシングか。これこの感じ、はい、これチャンピオンカー？チャンピオンカーです。バランスもええ。もうね、足はなかなか好評らしいですよ。海外で。いや、はい。いや、これ足硬いよ。はい、硬いけど、はい、何ら違和感ない。はい、別に普通だよこれ。ちょっとお金だけ払うな。はい、あ、そうか。窓開けてもらっていいですか。さっきから俺、お前になんぼ金あるでんねん。ちょっといちいち高いですね、これね。
こんな千円札ばっかり入れてもうパチンコしてるのちゃうねんぞ。もうご利用ありがとうございました。気をつけてお帰りください。営業の人が、はい、ねえ、はい、コインパーキングに車止めて、はい、昼ご飯食べた、はい、あとそのままもう仕事に戻る時のやつ、これ多分今ね、共感してる人めちゃめちゃいっぱいいますよ。なんで？営業の人いっぱいいるんで。でもな、はい、僕鈴木自動車で働いてた時の営業車、はい、アルトとかやったからさ、はい、それにしたらちょっとサイズが大きくて、はい、なんていうのあれだわ、あのちょっと豪華豪華ですよね、うん、荷物も後ろにカクタログもいっぱい詰めそう、はい、じゃあいきますね。はい、お願いします。どうですか、デフバッキバキっすよまあ当たり前ですけど、フロントから聞こえてきたっていうことは FF ですわね。もう当たり前ですけど、はい、超デフ。今間違えて4速に4速これ入ったけど全然走ってますけど、これねクロス入ってるんですよ。え、そうやろ、はい、だってもう僕1速から今間違えて4速入れたのに全然走ってるもん、はいはい、これクロスなんですよ。だってこれ、はい、この坂道で今もう本当に20キロちょっとぐらい、30キロまだ行かへんところぐらいで、はい、4速でこれ登ってますよ、はい、どうですか。いや、どうですかやないわ、もう、ほらもうあのどん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 してガー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 なるけど、はいはい、いややないもんね。違いますね、さっきとね。さっき86乗った時は、はい、あのガン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 あかんかったもん、はい、いや、ハンドルも遊びあるけど、はい、理にかなってるもうこれあれ営業行ってる時にも必要ないのに、はい、な5速、はい、4速5速4速5速ってやってしまうやつ、これもう心地いい。必要なシフトチェンジがね、うん、はい、わかります。なもんこれタクシーやったらもう後ろのお客さん大変なやつでも乗り心地いいんで、なもうこのハンドルものすごく持つとこ高いのに、はい、もう馴染んできたハンドルこう持つんじゃなくてこう持つように馴染んできたこれなんか脇締まるもう全然嫌じゃない、このうにゃ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 、もういいですね。だからね、はい、これも硬いやん。はい、硬いですね。硬いけど嫌じゃないやん。嫌じゃない。これがええ足なんだよ、うん。何の足ついてるか知らんけどさ、ええ足出してるよ、はい。多分好きなんだろうね、この車が。うん、そうですね、うん。この車ね、愛子持ってると思う。本当にあのこのシフトの位置にしてもさ、はい、ハンドルのあれにしてもさ、いやいやこんなんありえへんよ、こんなとこボスつけてさ、はい、ここのこうなんていうのハンドルまでこう。はい、ディープコーンですね。ディープコーンにしてさ、はい、いやいやもう持った瞬間気持ち悪かったけど、はい、今もう全然馴染んでる。これはね、このオーナーさんの愛感じるよ。なるほど。仕上がり良さそうですね、これはね。仕上がりいいね、うん、まあ、ただね、ブレーキだけね、うん、あのタッチをポンとやったところに、はい、ちゃんとあったんねんけど、そっからちょっとビューッと入った奥からグッと聞き出すのね。ははは、そこだけ、はい、違和感。でもこれレースするんでしょ。そうです。指示器が届かへん。遠い遠い、なんやこの音指示器届かへん。レースするから、はい、レースするときはそこ一瞬で通り過ぎる。わかる。こうやっていきなりボンとこうやって踏むから、うん、そこ通り過ぎるから、うん、多分そこはね、多分このオーナーさん気にしてないんだろうな。なるほど。こうやってゆっくり走ってるところで、そこのその辺ぐらいを調整するときは気になるけど、うん、ちょっと待って、普通、はい、届かないよここ。ね、はい、ここにあるんじゃないの？こんなこと、こんなハンドルとかボスとかこんなことするから届かない。これってひょっとして。はい、だいぶこっちに乗りたいっていうのは、はい、重量バランスも考えてんのこれ。おそらくそうだよね、うん、多分重量バランスも考えてこのシート位置で乗ってほしいんだよ、はい、だからそうなってくるとハンドルここにあると遠なるから、はい、これをこっちに上げてんだよ。そうです。でそれで
その分のね、ここの角度があるからちょっと高鳴ってるところはちょっと我慢してるんだよ多分、うん、これレース考えて重量配分って、あの人間の体ってだいたい60キロとか70キロとか80キロあるでしょ、はい、そしたら車この多分これ1トンぐらいじゃない、そうですね1トンぐらいだと思う、1030キロ、そうでしょ、はい、1トンのうちの80キロ言うたらもうほんと1割弱でしょ、うんうんはい、でその重さがどこに乗るかで車の車重バランスが変わるわけさ、はい、先ほど RX7 が5対5とかさ、うん、ね言ってたけど、うん、だからそういう意味では人間がねどこに乗るかによっても違ってて、昔 GT 選手権なんかはさ、うんうん、僕とアンドレ・ロッテラーが乗ってるでしょ、はい、だからアンドレはシート一番後ろやし僕は前の方にするし、はい、ねえ、はい、そうなってきたら絶対車重バランスも車の、はい、なんていうのフィーリングも違うはず、はい、だからそのぐらいものすごく大切になってきて、それすらも考えて作ってる、うん、この車の持ち主はいいし、なんかねコーナーでね車が前転がる、おうん、あそうなんですね、うん、だからあのブレーキもアクセルも踏んでない時間を作れる車だねこれ、うんやっぱりね、ブレーキ曲がらへんからブレーキ踏むでしょ、荷重乗せて曲げるでしょ、はい、で、そこでブレーキ離したら曲がらへんからまたブレーキ踏むでしょ、うん、で車速落ちるでしょ、はい、そうじゃなしにブレーキ踏んで荷重乗せてパッとハンドル離してもスーッと曲がってくれながら前進むようなイメージ、へー知らんよ、このスピードしか走ってないから、はい、そういう感じってことですね、うん、そういう感じの雰囲気はあるよね、はい、レース自体が耐久レースなんで、あ、ボーンって乗るんだ、そうですね、そういう乗り方なんだと思います、多分ブレーキに関しても、うん、まあ、初期とかっていうよりもその、耐久性とか剛性面を重視してるのかなと、ね、レーシングドライバーがレーシングカーを公道で乗せられてんので、しかもビジュアルがこんな感じの、はい、滑稽な絵やろなこれ外にあのカメラマンいて撮られんでよかったわでもなんか、はい、あの貴重な経験させてもてるわ、本当ですか、うん、ちょっと大人の遊びだよ、うん、やっぱりこういうレース出る云々って言ったらスポーツカーとかそういうスポーツタイプの車ってなるけど、はい、こういうね貨物車というか、はい、荷物を運ぶような車をね、はい、遊んでシャレでやってんのに、はい、いろんなところの細部がこだわってると思う、はい、まさにその会場サーキットに行くとそういうおっちゃんたちがいっぱいいるわけですよ、本当の車好きの人たちだ ね、 ね、ちょっとそこはやっぱ俺も勉強しないといけない領域かもしれないね、モータースポーツメジャースポーツにしたいとかさ、モータースポーツ伝えたいって言っててさ、そうやって一生懸命頑張ってるおっちゃんたちがさ、やってる楽しいことをさ、ちょっといろんなところで宣伝したりね、はい、するっていうのも大切かもしれないな、そうですね、うん、なんかわからへんけどプロボックス乗せてもらいながらしんみりモータースポーツの未来を語ったり、はい、この車のおっちゃんのおっちゃんたちのね車に対する愛を語ったりしてますけど大丈夫かな、うん、まあでも駅にねインプレッションしっかりしてもらったんで、はい、でもこのプロボックスの楽しさは伝わると思います、本当楽しいわ、はい、よく曲がるわこれ、車両本体もね、この車はちょっと値段ついてませんけど、うん、比較的安く手に入るんで、だからね、プロボックスを買われてこういう仕様にできるって言ったらやっぱり西鉄もアドバイスできるでしょ、はい、そうですね、でここの人に聞けるもんね、そうですね、まあ、カンカン言うてはるわもう手こぎの窓を開けてる11さんって初じゃないですか、この絵で、まあ、ねえ、もうだいぶ手こぎなんてもうだいぶしてないわもういや楽しかったです、はい、ちょっとねこれもやっぱりモータースポーツだと思うし車の楽しみだと思うし、うんうん、はい、ちょっと僕にないところをちょっと経験させてもらえて、はい、よかったです、一ついい車を用意してくれてありがとう、いえいえとんでもないです、僕らからしたらやっぱりこういう中古車を乗れる人っていうのは限られてるんで、うん、そのちゃんと評価してくれる人っていうのはね、うん、いないんで、どうしても僕らセールス側が言っちゃうと、うん、セールストークに聞こえるじゃないですか、そうだよね、はい、うん、
第三者の目線はありがたいです。やっぱりねバックとかもね、はい、営業の人が使う車でしょ、やりやすい。ミラーとかもね、そんな別に、ね、はい、チャチー言ったらチャチーやん、はいはい、でもね、はい、ものすごくよくできてる。ちょうどいいですね。あのいろんなところで、はい、世界中でいろいろ使われてる車でしょ、うん、よくできてる。やっぱりね、こういうのトヨタが作るでしょ、うん、やっぱ これがやっぱりトヨタのね、本気だと思うですね。すごいわ。ここね、パソコンとか載せるんですね。パソコン載せて仕事すんだよ、ここで、はいはい、なあ、鍵ついてんだよ、はい、ね。いやー、よくできた車。そしたらエンジン切りますよ、はい、どうもありがとうございました。あ、面白かった。ありがとうございました。ありがとう。はい、レカのやっぱいいですね。ただいま私脇坂十一はですね、オンラインサロン脇坂十一と車で未来を作るプロジェクトっていうのをやっております。こちらですね、オンラインサロン、会員募集中でございます。実は今この動画を、撮影していただいている GT ネットの施設も、サロンメンバーで、その出会いからですね、こういう動画のプロジェクトもスタートしています。車をキーワードにですね、脇坂純一と未来を作りたい、これはもうテーマ何でもいいんですよね。あなたがもうちょっと車業界こうしたいなとか、レースこうなればいいのになっていうことをですね、僕と一緒に、僕を使いながら、皆様が脇坂純一を使い倒してですね、いろいろなこれから先楽しい車未来を作りたいという、そういうプロジェクトでございます。詳細はですね、こちらの説明欄に書いてますので、ぜひそちらをお読みになり、よろしければ入会いただけたらと思います。皆様の熱いお気持ちお待ちしております。よろしくお願いします。